い、今回は反り腰腰痛の方に効果のある筋トレ方法をご紹介していきたいなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。整体リプの水野です。今回は反り腰腰痛の方に効果のある筋トレということでですね、より応用的なやつを今回はお伝えしたいなと思います。でまた一番最後に解説動画つけてますので、ぜひ腰痛でお困りの方は最後までご覧いただけたらなと思います。はい、では早速始めていきたいと思います。まずですね、タオル準備していただいて、これぐらいに折っていただいて、これを骨盤の少し上の腰のところになってたまま横になっていきます。この状態でですね、少しタオルを腰で下にグッと押し込みます。このままですね、まず最初に右足と左手をくっつけておきます。ここをスタートラインにしましょうか。で、この状態の時も腰はしっかりタオルを押したままにします。このまま足と手を伸ばしていきます。この時も腰はタオルから絶対離しません。で、また触ります。はい、この時も腰はタオルから離しません。一回下ろしますね。はい、次いきます。腰をでしっかりタオルをして、今度は左足と右手をつけます。腰でタオルを押さえたまま、今度は左足と右足を離していきます。はい、この時も腰は絶対離しません。で、戻します。じゃあ交互にやっていきますね。はい、腰を押さえてタオルを押さえて、右足左手離していきます。ちょっと5回ずつやりましょうか。はい、1、はい、押さえたまままた離していきます。2、3、はい、4。腰が離れそうな方は1回力抜いてまた入れ直してもらったら OK です。はい、最後5。はい、では手と足変えますね。このまままたタオルを押さえた状態で左足と右手をくっつけます。はい、このまま腰を押さえたまま手と足を離していきます。5回いきます。1、2、3、はい、結構です。ではこのまま、解説の方に移りたいと思います。はい、今回の筋トレもですね、以前お伝えした、反り腰の方っていうのは、その骨盤が前にやっぱ倒れますよっていうところで、後ろに反ってるの後ろでキープするような、こうインナーマッスルの使い方の練習になるんですけども、今回のやつもですね、かなり応用的なものになります。段階的で言うと、座ってるとそんなに腰痛くないんだけど、やっぱ立ち仕事とか家事とか、されてる途中にやっぱ痛くなりやすいとかっていう方は、ぜひやっていただけたらなと思います。要は体が伸びていった時に反り腰になりやすい方とかに効果のある筋トレなので、ぜひそういった方は継続してやっていただけたらなと思います。では今回はこれぐらいにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では。